はい、今から下関市角島にある舞酒風の公園に行っています。舞酒風の公園なのかどっちかわかんないですけど、角島の中にある公園ですね。そこに行っています。ちなみにここは骨董駅ですね。湖北町にある骨董駅、ここからその場所目指します。骨董駅の奇跡の鐘に来ていました。思ったより地味だったっ。
うね、ボートの渡ったな、そういえば。たわ。ミニボートだよね。よく見たごちゃごちゃしてるね。